セイビート大聖ドールカニアの聖、ビトゥスは、キリスト教の聖人、殉教者、カトリック教会と聖教会の聖人、ローマ皇帝ディオクレティアヌスとマクシミアヌスの共同統治時代の303年、迫害にあって殉教したとされる。祝日は6月15日。ビトゥスの名は、フランス語で、ギー、イタリア語でビトカ、グイド、チェコ語で、ビート、クロアチア語で、ビド、 ドイツ語で、ファイトとなる。6世紀から7世紀の間に、ビトゥス殉教の逸話があるふした。それによると、ビトゥスは、ルカニアの支配者の子であった。彼は、父親から、キリスト教信仰を捨てるよう求められても抵抗した、ため、拷問にかけられた。彼は、信仰の死であったモデストゥス、その妻でウヴであったクレセンティアと共に逃亡したが、 ディオクレティアヌス帝の巫女が所有する悪魔に捕まって、ローマへ連れて来られた。信仰を捨てないビィトゥスラ3人は、再度拷問にかけられた。すると奇跡が起こり、天使によって3人は、ルカニアへ戻された。そこで、3人は拷問の末に斬首されたという。絵画や彫刻では、釜に入り、鶏からイオンと共に描かれる。これは、 拷問としてビトゥスはユノにえたぎる釜の中に投げ込まれたが奇跡的に無傷のままで済んだという言い伝えによる。ビトゥス信仰はすぐに南イタリアとシチリアに広まった。ローマ教皇グレゴリウス一世はシチリアにあったビトゥスに剣道された修道院について記述している。非常に早くローマでも聖人として崇められ、ゲラシウス一世は ローマににあった彼の教会についいてて記している。756年、サンドニ修道院のソーフルラドによって、セイビトゥスの聖遺物がフランスに持ち込まれたと言われる。後にサンドニ修道院からドイツにあるコルバイ修道院へ聖遺物が送られた。このコルバイ修道院から、ベストファーレン及び東部、北部ドイツへ、セイビトゥス信仰が広まることになった。プラハで、セビクス信仰が高まったのは、 925年に東フランク王ハインリヒ一世からボヘミア公バーツラフ一世へ聖人の手の骨が送られたことに始まる。この聖物は現在プラハの聖ビート大聖堂に祀られている。ビトゥス信仰はスラブ諸国で根強く、彼の名前は古い異教の光の神スバントビド信仰に置き換えられた。クロアチア国内には123もの聖。 ビトゥスに剣道された教会がある。中世後期、ドイツやラトビアなどでは、セイビトゥスの像の前で踊って、彼の祝日を祝っていた。この踊りが、神経性の病気に見られる舞踏運動を、セイビトゥスの踊りと、踊って、ビトゥスの祝日を祝った孤児から、ビトゥスはダンサー、俳優、喜劇役者、転換患者の守護聖人とされた。また、ビトゥスは雷や動物からの攻撃。 過剰睡眠から守ってくれるとされ、プラハとボヘミアの守護聖人である。ありがとうございます。